つまぎりチャンネル、皆さん本日もポチッとありがとうございます。ということで今日はね、静岡の三島っていうところに来てるんですけど、三島にはねもう3回目なんです。1回目旦那氏と旅行できて、2回目は母と来て、3日目はお仕事で来てるんですけど、三島スカイウォークと卵屋っていうところに観光に行って帰ってきました。はい、ということで今日ね何を喋りたいかというと、妊娠8ヶ月の体調の変化について話していきたいと思います。ということでね、いやー、なんとついに妊娠8ヶ月を迎えることができました。よかった、無事に。はい、ということで、今のところ、順調と言いますか、順調なんですけど、定置胎盤っていうね、診断があったんですけども、2、3個前の検診かな、で結局正常というか大丈夫になったので、大量出血は免れたということで、一安心してるところなんですけども、それ以外は特に何も問題は今のところはないので、これからも体調に気をつけつつ過ごしていけたらなと思うんですけど、いや、妊娠8ヶ月にもなるとやっぱりはっきりともお腹が出てくるんですよ。はっきりとお腹が出てくるのと、めちゃくちゃ重い、いや8ヶ月でめちゃくちゃ重いっていう感覚なんですよ、私の中で。だからそれまでは割と私出かけることが多くて、旦那氏にまた遊びかけてるのって言われるくらい出かけてたんですね。なんだけどお腹が大きくなるともう動くのもしんどくなっちゃって、友達と遊ぶ約束をキャンセルはしないんですけど、いやー今日だるいなわーっていうのをちょっと思っちゃうことが多くなってきました。はい、なのと食生活はそんなに変わってないんですけど、なんか体重がどんどん上がって増えていくんですよ。食べてるからなのもあると思うんですが、普通に食べてるんですけど、いやちょっと6ヶ月7ヶ月の増える頻度でですかと、8ヶ月目入ってからの頻度がなんか違う気がするんですよ。メニューもそんなにも、食べる時もあるし食べない時もあるんですけど、こんなスピードで上がっていくっていうのはちょっと焦ってるんですよね。母が体重が8キロ増えたんですよ、妊娠で。だから私もなんか8キロぐらいを目安にというか目標にしてるんですけど、今で7キロ6キロを増えたり減ったりってしてるので、あれ私あとまだ2、3ヶ月あるじゃないですか、臨月まで。いやこれこのまま普通に過ごしてたら軽く後半バーンって伸びて12キロクラスとかいくんじゃないかなって思ってしまいました。ね、だから何をしたらいいか分かんない。なんかダイエットもダメじゃないですか。食べないはダメでしょ。食べるものを変えるとか、かといってダイエットメニューみたいな野菜とタンパク質とっただけでいいのかっていうのも難しいじゃないですか。ね、いうのでちょっと今最近悩んでます。このままぐんぐん成長したらやばいぞっていう。どこが成長してるのか分かんないですけどね。赤ちゃんねだけなのか、それとも余計な部分がついてるのかっていうのが分かんないんですけど、体重のちょっと増加がこれからこのままいくと怖いよっていうのはあります。はい、っていうのと、なんかめちゃくちゃ眠いんですよ。今までの妊娠生活を振り返ると、いや後期っていうんですか、8ヶ月から後期に入るんですけど、割と眠いぞみたいな。まず朝起きて、まず歯磨きとかね、いろいろ身支度するじゃないですか。でご飯を食べるか化粧するかなんですけど、どっちかしたら一旦眠くなるんですよ。ご飯食べたら眠くなり寝室に行き休憩、ふんだ化粧しないとと思って化粧する、化粧したらもう眠くなるっていう、何かをしたら眠くなる、何かをしたら眠くなるっていうの繰り返してて、なんかベッドにいる時間がめちゃくちゃ長くなって、いやだから太るっていう言うのかな、だから寝て食べて寝てとか常に休憩を繰り返してるから太っていってしまってるのかなとも思うんですけど、眠いさが後期になって私は増えてきました。あとは食べたら気持ち悪いっていうのは6ヶ月目7ヶ月目よりはちょっと減ってきたんですよ。量が調節できてるわけではないんですけど、相変わらず食べる量とかの調節は下手くそなんですけど、アイスクリームが食べられなくなりました。不
不思議の、なんだろうな、アイスクリームを食べると気持ち悪くなる。他にはまだ未だに食べてないだけかもしれないんですけど、アイスクリーム、あとクリーム系のアイスクリーム、ソフトクリームとかがもう食べたら 100% 気持ち悪くなっちゃうようになりました。え、何なんでしょうね、それは赤ちゃんが嫌いなのかな。何で気持ち悪くなるのか分かんなくて、アイスクリーム気持ち悪くなるって検索したんですけど、あんまりいらっしゃらないんですよね。だから勝手な妄想ですけど、もしかしたら赤ちゃんが乳製品アレルギーとかアイスクリームアレルギーとかなのかなーってなんか思っちゃって、良くないなーと思ってアイスクリームを控えるようになりました。控えるようになったんですけど、いや不意に忘れちゃうんですよね。私アイスクリームすごい好きだったんで、はい、ということでなんかアイスクリームが食べられなくなりました。はい、っていうぐらいですかね。こんな感じです。8ヶ月目は、いやだからとにかく8ヶ月のまだ前半なので、前半に重たいとか言ってるんで、マジで9、10とかの妊婦さん本当にすごい、もうねすごいよマジで。経験しないとわからないっていう言い方ちょっと、なんか冷めてるんですかね。望んでても妊娠できない方もいらっしゃるから、そういう人に関して対してちょっとあれかなと思うんですけど、いやこれ経験して分かるなって思いました。私自身も何人も今まで生きてきて、もうお腹がもうね大きい妊婦さんも臨月でこういう方もさ、お見かけしたことあるけど、あお腹大きいな、大変そうだなって感じだったけど、いやもうめちゃくちゃ大変、もうよく歩いてらっしゃって本当に気をつけてって今自分が経験して、わあの人たち本当にすごいなーって、もう尊敬の気持ちがめちゃくちゃ高くなりましたし、だからちょっとあのすごいさデブなさおじさんとかいるじゃん、妊娠してんのってくらいおじさんいるじゃん、なぜそんな道を選んだって思った申し訳ないけどね。はい、ということで皆様、今日も最後まで動画見てくださってありがとうございました。今は妊娠8ヶ月と1週間ぐらいですかね。はい、まだまだなのかあっという間なのかわかんないですけど、体調には気をつけて、残りの妊娠生活頑張っていきたいと思います。皆さんいつもコメントとか TikTok とか Instagram、Twitter、あのフォローとコメントとかいろいろ本当にありがとうございます。もうマジで皆さんの言葉が励みになっております。ありがとうございます。はい、ということで皆様また次の動画でお会いできると嬉しいです。ではまたねー。